ぱりその立体作品っていうものはやっぱいろんな角度から見て楽しめるものだと思うので、やっぱその辺でやっぱどこから見てもなんか新しい発見があるようにっていうのは結構意識してます。そうですね、まあ、アイデア出しは結構楽しかったんですけど、まあ、そのアイデアを散らばったアイデアをこう一つにまとめていく段階でのやっぱり取捨選択と、まあ、この自分がこう自分の持っているものとやっぱそうじゃないその相手の持っているものをこううまく噛み合わせていくみたいな、そういう作業がやっぱ大変だったっていうのはその辺ですかね。まあ、でも大体デザインの仕事だとそういう感じのことは多いかなと思ってます。一体作品を作るだけだと、まあ、そこまであんまり考えないかなっていうか、まあ、作業的な側面もあるんですけど、やっぱり立体に起こすことによってこうどう辻褄を合わせていくかっていうところで、なんか本当の意味でその完成していくっていうのはありますかね。なんか絵の段階では結構あんまりイメージ固まってなかったけど、作っていくと作りながら新しい発見があって、あここはこうなってるのかっていうのをこう自分でなんかこう自分で後から気づくみたいな。そうですね、なんかこう自分主体で作るものだとなんやっぱある程度自分の中にあるその作る流れみたいなのがあるんですけど、今回はやっぱりそういうところとは違った部分でやっぱデザインが決まっていったので、やっぱそれに合わせて、まあ、そのちょっとデザインも自分の中では特殊なものだったので、そこが結構その制作するときにここどうやって作っていこうかなみたいなのとかを、まあ、結構考えたりとかするのが多かったので、やっぱその今までにない試みがやっぱできたかなっていうのがあります。まあなんだろう、前向きに言えば自分だけでは生まれなかったもの、自分の一人だけでは思いつかなかったものが結果的に生み出されたっていうことですかね。そう、こういうプロセスだからこそなんか思いつくことができたっていうような